陳一は、大韓民国の軍人。1923年、環境南道端川に生まれる。ソウル大学校師範大学2年を修了。1948年、陸軍士官学校第8期入学。1949年5月23日、少尉任官。第6師団第7連隊配属、対戦車砲中隊、第2小隊長。 1950年5月4日、注意。1950年6月25日、朝鮮戦争勃発。同日正午、戦車10両が玉山裏に向かって南下した。待ち構えていた対戦車砲2門が500メートルまで、引き付けて1、2番戦車に初段を命中させたが、ビックともせず南下を続けた。射撃を再開させたが、効果はなく。 敵の砲撃で一門が吹き飛んだ。実際には戦車ではなく自走砲であったが、当時の韓国軍将兵は自走砲と戦車の区別がつかず、戦車と思い込んでいた。また対戦車砲が効かなかったのは、第七連隊長だった林富沢によれば、慌てた弾薬手が間違って演習弾を持ってきたためであるという。中隊長、総広瀬補隊員に肉迫攻撃を屈伸し、 静止を振り切って5人の死願者を募り、水路図体に肉迫した。陳は攻撃班と援護班に分けて、戦車を待った。やがて自走砲2両が20メートル間隔で徐々に近づいたので戦闘車をやり過ごし、2両目のキャタピラに手榴弾と火炎瓶を投げて炎上させた。続けて戦闘車も攻撃し、中から出てきた兵士は援護隊員が射殺し、後続車は反転していった。 陳症以下全員が水路を伝って帰還し、この宗教を見た部隊の士気は上がり、戦車に対する恐怖心がなくなった。林富沢は、陳一少尉は日本軍の志願兵出身であった。勇敢で沈着、しかも責任観念がズバ抜けて強い人であった。おそらく昨日、演習団と実団とを間違えた責任を感じていたのであろうと実戒している。 翌26日には、ソヤンガンで自走砲3本を破壊した。当時、第2軍団公平参謀少佐であった、主衛服によれば、当日の戦闘で自走砲大隊は自走砲16本の、内ち3本が破壊され、戦闘の自走砲に乗車していた、自走砲大隊長が負傷して、担架で指揮所まで運び込まれた。その後も、中州、影城、聞き喜び、 安慶などの戦闘で対戦者法、中隊副官検証隊長として多くの功績を立てた。1950年10月27日、第16砲兵大隊に配属され、同年12月に第16砲兵大隊は第7師団に隷属することになった。1950年12月30日、対位。1951年1月26日、 第七師団捜作中隊長として活動していたが、中部戦線で戦死。1951年10月30日、対局部校勲章追増。遺憾急将校では、最初の受章者であった。1951年11月11日、少量追の部。陳逸はそれまで、朝鮮戦争が勃発した6月25日に、自走砲を破壊して、 舞台の指揮を上げた英雄として知られていた。しかし2016年6月17日、朝鮮日報のチェボーシク記者が、コラムで掲載した理大イカリ将軍のインタビューを載せた記事からその先行が、鉄像であるという疑惑が浮上した。当時第7連隊第1大隊中隊長だった、理大イカリ予備役順将によれば、陳逸は、実際には肉薄攻撃をせず、 本一門を放棄して逃亡したという。そして違法を捨てたことが問題となって、官職の法兵連絡将校に左遷され、1951年1月に妙高山で隠れていたところ、中国軍に包囲されて射殺されたことが脱出した将校によって伝えられた。陳一の親が第七連隊を訪ね、学兵に出た三男は、生死不明、教費討伐をしていた警察の次男は、 病気にかかり、長男も死んで、もう末っ子だけと泣き叫んだ。これに同情した連隊長が、勲章をやろうと約束し、勲章上申書を提出したという。国防部の指示によって、国防部軍史編纂研究所と陸軍軍史研究所が、それぞれ各自の研究を通じて、それぞれの結論を出した。2016年7月4日、国防部軍史編纂研究所は、 個人一少な量関連朝鮮日報報道検討結果を報告。当時の戦闘状況、第6師団戦闘商法、当時の第7連隊長などの証言などをもとに総合的に検討した結果、選考はすべて事実と確認された。2016年8月11日、陸軍戦士研究所は個人ツ功績審議確認結果を提出した。 2016年7月6日に、李大怒と面談した結果に基づき、八つの争点を提示した。陳逸は自走砲を破壊せず、肉迫攻撃をしなかった。自走砲は6月26日に破壊されたが、これは敵の上院が自ら破壊した。肉弾を有志は絶造されたものである。陳逸は捕食解任され、第16砲兵大隊に専属となった。 第七師団捜作中隊長に送られたという孫、広自然の主張は偽りである。陳逸は妙高山で戦死し、それをアンソテクが見て戦死として処理された。陳逸の母のために対極武功勲章を与えることにした。ディオクソプによって功績が知られ、孫広自然が拡散させた。これらを総合的に検討した結果、陳逸は自走法を破壊しなかったと結論付けた。 2016年9月20日に、個人一少な量功績確認委員会が発足した。国防部政策室は、客観的検証のため、陸軍軍師研究室推薦の専門家、国防部軍師編纂研究所推薦の専門家、各3名と官民旧国防部長官推薦の委員1名による、計7名で構成された。 陸軍軍士研究所側の専門家は、リヒョンス前陸士教授部長、のヨング国防大学教授、チェ・ホンソク・キヨシ州大学教授で、国防部軍士編纂研究所側の専門家はオン、チャン・イル陸士名誉教授、キング・アンス陸士名誉教授、ナ・ジョンナム陸士教授であり、国防部長官に推薦された委員は、ホナムソン国防大学名誉教授であった。発足以降、明らかにされなかった。 重要資料が発掘され公開された。また発端となったり大怒りなど生存者、春川戦闘の目撃者と口述面談を行い、また提起されたいくつかの問題の確認と検証のため、アメリカ陸軍歴史研究センターとロシア連邦軍軍事学術研究所に接触して諮問を受けた。第一次会議で陳の功績が確認ができる重要な資料が発見された。 国防部軍史編纂研究所がアメリカ国立公文書記録管理局で見つけたシルバスター推薦書と表彰状であった。陳一が対局武校勲章を受賞したことは広く知られていたが、シルバスターを受賞したことについては何人かの参戦者と専門歴史家の間でのみ知られているだけだった。シルバスター関連文書は RG338 で検出され、 1950年9月21日に第8軍司令官がチンにシルバーアスターを授与するまでの過程が記録されていた。この中で最も重要なのは9月1日に第6師団に派遣された米軍事顧門、トーマス・マクフェイル中佐が作成して提出した推薦状であった。それによれば1950年6月26日午前10時頃、 自分の安全を考慮せずソヤンガンを溶かする敵戦車3両を破壊した都市、マクフェイルは、陳一の活躍を直接見ていないが、僕チョルーン隊、キンスンファイットを中止、インボングクに東兵の3人の助力者があったなど、陳一の先行についての情報を入手したと明示した。またこのシルバースター関連文書によって、 今まで知られていた6月25日の選考とは別に6月26日の選考が発掘され、新たに6月25日の功績と6月26日の功績を区別して分析する必要が出てきた。シルバスター推薦書の発掘からしばらくして新たな重要資料が発見された。ナジョンナム委員が大統領記録館で見つけた武勲章授与に関する件で、この資料には 対局武功勲章を授与するまでの過程が記録されていた。それによれば1950年10月末に第6師団参謀長、貧平県大寮が陳中尉が開戦以来、春川戦闘など、計5回の戦闘で建てた功績を記録し、第2軍団に提出したことが判明した。その後、第2軍団、陸軍本部、国防部の審査を経て、 1951年6月18日に大統領に合計18人を推薦したが、6月22日の第72回閣僚会議で、これらのうち9人が対局武功勲章対象者に議決された。功績確認委員会は、この文書で陳一の対局武功勲章受章までの過程の全貌を把握することができ、陳一の功績が師団軍団、 陸軍本部、国防部、国務会議など適切な手続きを経て審査され、正当な過程で叙勲が決定されたと評価した。対局武功勲章功績書には、シルバースターと同様に6月26日のソヤンガン戦闘に関する追加情報が含まれていた。その他春戦以外にも、中秋、影城、聞き喜び、アンケイで活躍したと記録している。これらシルバースターと、 対局武功勲章の資料は、理大碇が主張する、陳一の功績を鉄造して、勲章を推薦した時期の数ヶ月前の出来事であり、理大、碇の証言の信頼性に問題が提起された。国防部軍史編纂研究所は、第一次会議で出した、報告書を保管した、個人ス少な量関連朝鮮日報、報道検討結果を提出した。陸軍軍史研究所は、理大、 碇の追加証言を確保して、理大怒碇将軍追加質疑結果を提出した。陳一が逃亡したところを直接目撃したこと、1951年の1月と5月に、陳一の親が第七連隊本部を訪れたこと、陳一が戦死したことについて、案、手足から聞いた話など再度確認した。さらに、陸軍軍主研究所は、 1950年6月26日午前に第7連隊第一大隊が玉山浦方面で行った逆襲を強調し始めた。特に6月25日から26日までの戦闘で自走砲が一門破壊されたが、これは韓国軍によるものではなく人民軍が6月26日に自ら破壊したと付け加えた。この追加証言は多くの資料と食い違い、 特に破壊された自走砲が一門に過ぎないというのは第六師団作戦どころ戦闘商法第十六砲兵大隊部隊歴史日誌米陸軍の公式記録と矛盾した。また自らの証言と食い違うシルバースター推薦状と対極武功勲章功績書は誤臨か絶造であるとも主張した。功績確認委員会は韓国とアメリカの記録文書と 相反する理大、怒りの主張を検証する必要があると判断した。また陳一の功績は事実ではなく、終戦で北朝鮮を阻止できたのは、自分が所属した第7連隊第1大隊の活躍という点を強調していると分析した。陸軍軍主研究所は、理大、怒りの主張を受け入れており、それと相反するシルバー,アースター推薦場と、 対局武功勲章功績賞誤りか捏造だと公式に提起した。これに対して功績確認委員会は米軍事顧問が作成した勲章推薦状が捏造という主張は可能性が低いと判断した。6月26日に北朝鮮軍戦闘部隊がソヤンガン北方5キロの玉山裏に進出したという利害、怒りの証言をそのまま受け入れることはできなかったで、 あった。第六師団戦闘商法、ソ連軍自己問団長ラジュバイフの報告書、人民軍、第二師団公平部隊戦闘報告書などを根拠に6月26日午前には、ソヤンン線まで進出したと分析した。したがって、離大、イカリの主張する第七連隊第一大隊の、玉山裏における、反撃の審議は追加確認が必要であった。また、 陸軍軍主研究所が、勲章推薦状は、誤りか捏造と主張するのは根拠に欠けて季節でない、分析と判断した。功績確認委員会は、なぜアメリカが、戦争初期に功績を立てた韓国軍将校や、指揮官ではなく、初級将校にシルバースターを授与したのか悩み、チェホン即委員は、米軍の記録として、資料批判せずに無条件に受け入れるべきではない。 真一注意と個人的に信仰のあった米軍将校が功績に関係なく作成したのではないかと発言した。確認の結果、推薦状は米陸軍の人事資料、保養尋問書、交換式録などと一致した。また1950年9月に作成されたシルバースター関連書類は在韓米軍顧問団が韓国軍の 各部隊に派遣された顧問に発信した、アワーズデコレーションという指示に基づいて作成されたことを確認した。これによって、シルバースター関連書類は鉄造とする陸軍軍主研究所の主張は適切ではないと判断した。2016年11月8日、鉱石確認委員会は、玉山浦、ソヤンガ岩一帯の現場検証を行った。検証の焦点は、 6月25日午前10時頃に五番国道に沿って逃走する陳一を目撃したという理大怒りの主張であった。功績確認委員会は戦闘情報、作戦日誌、関係者の証言、平面及び立体地図を使った途上、研究などを通じて、理大怒りの証言内容に問題提起した。理大怒りと陳一の間が1から1.5キロ離れていた点。 6月25日未明から雨が降りきりが立ち込めて視界が良くなかった点。5番国道西側にある桑畑など周辺環境により戦闘服を着た軍人の識別が容易ではないことを考慮した。これらの要素は現場検証で重点的に検討されたが明確な答えを見つけることはできず、理題、怒りの証言を受け入れるかは保留にした。また功績確認委員会は 当時的に露出していた陳一と招待員は取るべき行動は迅速に広報へ撤収または退却することだっただろうと分析し闘争というよりも緊迫した戦術的状況に応じた措置と解釈することが望ましいと判断したしかし、理題怒りが陳一の行動を闘争と表現した理由を見つけることはできなかった2016年11月15日 功績確認委員会に出席した理怒りの証言調子を行った。逃走した陳一を目撃した件について、理怒りは、5番国道までの距離は遠くなく、雨もすでに止んでいたので肉眼で十分観測できたとし、また午前10時以降陳一を見なかったと証言した。公席確認委員会は、理題碇が、午後の玉山浦戦闘の参加も6月26日午前の、 ソヤンガン戦闘の活躍を目撃してなく、また、開戦初期に、チン・イツを目撃した時間は午前10時の短い時間に限定され、他の業績についてはすべて伝聞であったことを把握した。李大怒は、本一門を放棄して、砲兵連絡将校に左遷されたのは、第7連隊と第16砲兵大隊の全員が知っていた話だと明らかにした。死亡した話は、 安定即少位から、陳一の親が二度連隊本部を訪問したのは、連隊長を含む他人から聞いた話だと述べた。功績確認委員会は、1951年1月と5月に、親が連隊本部を訪問した件について、中国軍と交戦中であった時に、部隊の指揮所に民間人が訪問することは可能かと質問した。これに対して、李大怒りは、 陳一の親に会ったことはなく訪問した話は伝聞だと答えた。一キロ以上離れていた距離で陳一を目撃するのは可能かと質問した。これに対して陳一を見たと再度強調した。また陳一の行動を戦術的措置として見なければならないと主張すると、時イ怒りは闘争は事実であり、当時を知る人はみんな知っていたと答えた。シルバースター推薦状と、 対局武侯勲章公的文書の内容を知っているか、質問すると、理題怒りは知らなかったと答え、誰がまんまと鉄望したかわからないと反応した。理題怒りの証言に不正確な内容が一部含まれており、母が連隊長を訪ね、拒否討伐をしていた警察の次男は、病気にかかりと話したと言われているが、警察庁の記録を調べた結果、弟の賃民が、 警察に入ったのは1952年11月だった。第6回会議では、これまでの会議の調査と確認したことを土台に、全体の進行経過をチェックして、中間結論を導き出そうとした。そのため、委員個人別に、功績審議について、意見を提示した。陳一の親のために功績を絶造して、対局武功勲章を与えた。1950年6月25日、 陣一は特攻隊のように肉迫攻撃で自走砲を破壊しなかった。陣一は対戦車砲を遺棄したまま逃亡し、捕食解任された。解任後、第16砲兵大隊に第7連隊、連絡将校として派遣されたが、特別な任務は遂行しなかった。利ソプによって功績が知られ、孫広自然が美化した。功績委員会の大部分は、シルバースターと、 対極武功勲章の資料によって6月26日の功績は十分に立証されたと結論付けた。従って、陳一の親のために功績を絶造して、対極武功勲章を与えたという理大怒りの主張は信頼性が低いとした。しかし、チェ・ホン委員は現在までに収集された資料だけでは、6月26日のソヤンガン戦闘や、 陳一の先行の有無を明確に確認できないと主張した。6月25日の玉山浦戦闘での功績について、キンガンス、ナ、ジョンナム、ホナムソン委員は、陳一が肉迫攻撃で自走砲を破壊したという主張はいくつかの記録文書を根拠にして推定した解釈であるが、具体的に立証と確認するのに制限されるという立場だった。リヒョンス、 チェホン即委員は6月25日の功績を証明できる資料は十分ではないので、これについては認めることができないとした。2016年12月2日、チェボシク記者が再びコラムを掲載した。リダイ・イカリと陸軍軍史研究所の主張を支持する立場であると明らかにした。シルバスター推薦上に記載されている6月26日の戦闘は存在せず、米軍顧問は 戦闘を目撃しておらず、戦闘で一緒にいた人物は軍籍になかったと主張した。しかし功績確認委員会の調査の結果、第6師団併籍記録に3人の名前を見つけ、実在の人物であることを確認した。第7次会議では、国防部軍士編纂研究所長と陸軍軍士研究所長が直接出席して立場を表明した。国防部軍士編纂研究所長は、 本件の重要性を再度強調し、公績確認委員会が信頼できる資料、すなわち公式記録文書に基づいて正しく権威ある解釈を出すことを要請した。また、口述資料の使用で、再録された時期と状況などを考慮すると、事件発生から近い時期に記録された口述は、後で記録された口述より信頼性が高いと主張した。陸軍軍主研究所長は、 鉱石確認委員会が陸軍軍主研究所の主張を無視するなど非効率、変更的に運営されていると批判し、国防部軍主編纂研究所がいくつかの資料を選別的、限定的に公開していると提起した。またシルバースター推薦上の信頼性、ラジュバ F 報告書を誤訳した可能性など鉱石確認委員会の資料解釈に問題提起した。 しかしシルバースター推薦上のどこが問題なのか、ラジュバエフ報告書のどこが誤訳なのか言及はなかった。陸軍軍主研究所は、利害怒りなど生存している参戦者の証言に重点を置いていたが、な、ジョンナム、ホナムソン委員は、口述資料の限界と特性に注目しており、事件から60年以上経った高齢者の記憶をもとに、生成される。 口頭証言の信頼性についての問題を提起した。第16砲兵大隊所属で、春川戦闘に参加した金、右藩、金ジャン軍、シムホー,オーンと面談した。第16砲兵大隊 A 法隊長金、ジャン軍中尉と B 砲隊揮将隊長、シムホー,オーン少尉は、陸軍軍士研究所の事前面談で6月25日に、陳一を目撃したと証言した。 二時間以上の面談で問題点が発見された。金ジャン軍とシムホーンは6月25日朝にチン・イツを目撃したと主張したが、二人がチン・イツと会った時間は、第16砲兵大隊舞台歴史日誌の記録と異なっていた。また二人とも陳一イツが功績を立てた場面を見て、いなかった。金ジャン軍は、直接見たものについては、明確に話したのに対して、 直接見ていない事案は分からないと答えた。開戦当日の朝に、陳ツが、春戦北方ではなく、下兵方面に配置されていたと証言し、自身が過去にした証言と矛盾することに加え、陳ツが、玉山裏の戦闘に参加したことを目撃した他の証言者と差があった。1951年4月、米第一海兵次第が、 春戦北方で確認した SU-76、自走砲の残骸。戦争初期の玉山裏戦闘で撃破されたものの、可能性があり、この写真は、功績確認委員会が、陳一の先行を確認する上で重要な資料の一つになった。1951年4月、米第一海兵次第が、春戦北方で確認した SU-76、自走砲の残骸。 戦争初期の玉山裏戦闘で撃破されたものの可能性があり、この写真は功績確認委員会が陳一の選考を確認する上で重要な資料の一つになった。2017年1月初め、二つの重要な記録文書が新たに発見された。この資料は6月25日の選考についての結論を出す過程で大きな影響を及ぼした。一つは、 キング・アンス・イィーンが発掘した人民軍第262軍部隊勲章授与状であり、これは韓国国立中央図書館が海外で収集した資料をインターネットを介して提供しているものであった。アメリカ国立公文書記録管理局の RG242 の人民軍六角文書軍に属する資料で、戦争初期の人民軍第2師団霊下の自走砲部隊で作成し、 上部に提出した個人の勲章授与状が含まれているが、このうち春川戦闘で勲章を上申された者は約60人であった。この中で、僕4比の勲章授与状などは、功績確認委員会の活動初期から、金ン水院員と陸軍軍史研究所で紹介されたことがあった。しかし今回発見された資料は、多数の勲章授与状が含まれており、 6月25日と26日の戦闘を比較的詳細に把握することができた。金白ボム、チョンウィウォン、チャハンさんの勲章授与場から玉山裏戦闘に投入された自走砲が3門、僕ユンヒと僕ユンチュンの勲章授与場から6月26日のソヤンガン戦闘で3門破壊されたと分析した。戦死した自走砲大隊第3中隊の運転手である金。 白ボム、チョンウィオン、チャハンさんの勲章授与状に記載された功績内容は韓国側資料に記載されている春川戦闘の内容にかなり一致していたことに注目した。戦死した3人のうち2人は韓国軍の57ミリ対戦車砲と105ミリ、榴弾砲、車両を攻撃していた時に自走砲を止められ、炎上して自走砲と共に戦死した。もう一人は火がついた。 自走砲から脱出したが、韓国軍に射殺され戦死した。3人が戦死した場所は、春戦面、マサンリと記載されていたが、これは、玉山浦の南にあたる地域であった。第六師団、戦闘商法、第十六砲兵大隊、舞台歴史日誌に記録されている6月25日午後、玉山浦近くで、敵戦車3台を破壊したという内容は、 人民軍勲章授与状の内容と多くの部分が一致した。開戦初日に自走砲が破壊されたという事実は6月26日まで、韓国軍が破壊した自走砲はないとする理大怒りの主張を否定するものであった。また僕ユンヒと僕ユンチュンの勲章授与状は、シルバースター推薦状や対極武功勲章功績文書の内容と符合した。 第262軍部隊勲章授与上は、功績確認委員会に大きな影響を与えた。何人かの委員は、第6師団、戦闘商法、第16砲兵大隊、部隊歴史日誌以外に信頼性の高い記録文書がなかったので、6月25日に玉山浦で自走砲を破壊したという主張に疑問を持っていた。しかし新しい文書の発見により、 両者の文書で相互検証することが可能となり、これを根拠に6月25日玉山浦戦闘で破壊されたのは歴史的事実と認められると評価した。もう一つの資料は1951年4月に春戦を占領し、河川に進撃中の第一海兵士団が春戦北方で撮影した3枚の写真であり、この写真は 春戦北方で破壊され放棄された SU-76 自走砲3門を撮影して、舞台の歴史資料として残したものであった。キング・アンス・インは2017年1月19日に、春戦の詳細搭査で破壊された自走砲の位置を調べたが、写真の背景から撮影された場所は、玉山浦近くであることを確認した。このような功績確認委員会の判断に対して、 陸軍主管学校土木環境学校教員が同年4月14日に再度確認した。功績確認委員会は朝鮮戦争に参戦した中国軍の武装、ソ連が中国軍に SU-76 自走砲を供給した時期、自走砲の破壊時期と玉山裏付近の住民の証言などから写真の自走砲3門は戦争初期に破壊された可能性が高いと判断した。 これら二つは6月25日の功績を証明できる重要な資料となった。功績確認委員会は4ヶ月にわたって調査、確認、検証した結果を個人5少な量功績確認委員会公聴会で発表した。重要資料である対局武功勲章審議功績書シルバスター推薦場及び重要記録第6師団作戦教育所戦闘商法 人民軍第262軍部隊勲章授与状を添付した資料集を配布し、理題を含む生存の参戦者、陸軍軍主研究所、チェボシク記者などの問題提起は正当でないと評価した。これに対して陸軍軍主研究所長は発表内容について全体的に反対すると表明した。生存者の証言は公式記録文書と同様の信頼性を持つとし、 6月26日に、ソヤンガンで戦闘は起きなかったとする既存の主張を繰り返した。口術記録の信憑性を強調するために、チェ・ジェヒ教授、チェ・ホグン教授などの意見書を提出した。特に、チェ・ホグン教授は、シルバースター推薦状を作成した。米軍顧問は、人一の活躍を目撃しておらず、目撃者の証言から推薦状を作成したので、 100%、信頼するには限界があると主張した。したがって、このような問題を持つシルバースター推薦状を、信頼する前に本事案を、ゼロベースで再度検討する必要があるとした。チェホグン教授の意見書には、推薦状の、どの部分に問題があるか、具体的な提示をしていなかった。また、これが1950年7月に通達された。 上級部隊の指示に準拠して作成されたことを考慮せず、陳一の推薦が他のシルバースター授与者の推薦とどのように違うのか言及はなかった。陸軍軍主研究所は6月26日にソヤンガンで戦闘は起きなかったと証明するために当時の目撃者3人による口述記録を提出した。春川大正専用解消族の金棒、木棒、 安房などと面談した結果、6月26日に、ソヤン岩付近で戦闘は起きなかったと証言した。校長会に出席した理大りは、今までの証言は全て事実と主張し、公席確認委員会の結論に反対した。一方で1950年代から最近まで自身が、執筆してきた著書の春川戦闘に関する、一貫していない、記述。 時間の誤りについては出版の過程で出てきた些細なミスとした。約3時間半以上行われた公聴会を見守った陸軍参謀次長は国防部と陸軍本部は公績確認委員会の活動について最大限充実的立場を堅持したとし、公績確認委員会が公聴会で提示した客観的な結論は信頼に値すると述べた。しかし、 校長会で提起された、いくつかの問題のため、追加の研究と調査、議論が進められて、個人一少な量の功績に対する疑惑提起が、満足に解消されることを望むと呼びかけた。功績確認委員会は、陸軍軍史研究所が紹介した、春川大将専用会所属の3人と面談した。しかし3人の内安房は、体調悪化のため面会できなかった。 海戦当時、春戦農業学校に在学していた、牧坊氏はソヤンガン及び、商用郷付近の戦闘に関して証言したことは、なかった。6月26日朝に登校したが、教師の一人に家に帰るように言われたと証言したが、6月26日に、ソヤンガンで戦闘が発生したかは目撃してないと、答えた。春師範学校に在学していた、金氏は、 6月25日午後から6月26日午前まで、ソヤンガン北方の第16砲兵大隊の弾薬庫から、ソヤンガン南方にある、春戦師範学校まで弾薬を運搬したと証言した。このため、陸軍軍主研究所は、6月26日午前に、ソヤンガンで戦闘がなかったとする主張の根拠として提示した。しかし、複数の記録文書と証言によると、 玉山浦北方の第16砲兵大替弾薬庫から弾薬を後方に搬送する作業は6月25日午後から始まり、その日のうちに終了した。また、弾薬の搬送先も春泉市販学校ではなく、春泉駅と市内東部の牛市町近くで、ここにはそれぞれ一個包帯が配置されていた。金坊市が6月26日午前まで。 弾薬搬送に参加していた可能性を排除できないが、金坊氏の証言は記録文書や他の証言者と違っていた。面談の他に提起されたシルバスター推薦状のゴービルとデ像の確認作業に着手した。2017年3月初めにアメリカ陸軍歴史研究センターとアメリカ陸軍遺産教育センターにシルバスター推薦状と表彰状の審議について、 とい合わせた。アメリカ陸軍遺産教育センター所長のコンラッド・クレーン博士は、陳一のシルバースター関連資料に特別な問題は発見できなかったと返答した。また、海戦初期の春川で人民軍装甲車両が破壊されたことは確認された事実であり、これを立証することができるアメリカ軍の交換式録を送ってきた。同じ期間に勤務する支援レイルー中佐は、 春川戦闘の状況を把握できる米交換し、記録草案や保養尋問書などを提供したが、これらの資料でアメリカ軍は春川戦闘で破壊された自走砲が6から7門であると把握していた点を改めて確認できた。アメリカ陸軍人事本部副官部将軍課のアローン、ルマー中佐と実務者のティモシー・バーナード博士は、1950年9月に第八軍司令部が 人一に授与したシルバースターは正当であり、それに関連する文書に、いかなる問題も発見することはできないと回答した。また、バーナード博士は、人一注意のシルバースター関連資料の誤りの可能性に対する疑惑提起はいつでも可能であるが、67年前の状況に対する問題提起の根拠が恒例となった参戦者の口述証言だけであれば、不十分と回答した。 ジョージ・ワシントン大学歴史学科のグレッグ・ブレイジンスキー教授は、陳一のシルバースター関連資料で、鉄像の痕跡を見つけることができないと評した。また60年以上経過した後に、特定の事案に対して、自身の記憶に依存して、疑惑を提起する生存の参戦者の証言よりも、事件発生に近い時間に作成された、公文書より信頼することが望ましいという意見を提出した。 功績確認委員会は、チニイツと対戦者砲小隊員が6月25日に、玉山浦で自走砲3門、6月26日に、ソヤンガンで自走砲3門を破壊したことは事実で、あると結論付けた。ただし6月25日の玉山浦戦闘での自走砲破壊については肉薄攻撃したという一部の証言に信憑性があることを確認したが、 事実を誇張あるいは美化したものと判断した。理大、怒りの方一門を放棄して逃亡したという証言に対して功績確認委員会は逃走というよりも緊迫した戦術的状況に応じた措置と解釈することが望ましいと判断した。また対戦者法が泥に深くはまったためやむなく放棄したことが林と水沢中両の解雇録や安定即少尉の証言などで確認された。 父の陳はじめぶちは、観光南道端川に生まれ、若い頃に日本へ渡って技術を習得、材木賞として成功した。1935年頃、経営する元森商会は、基地駅前に本店を構えるだけでなく、豪水、白岩、大鳥頭、島内、霊下、成長などの餌山線、白茂ル線に沿線各地、さらには、万村線方面にまで支店。 出張所を設けており、白岩付近には、貯在3万立方メートルと枕木運搬用のトラック3台を保有していた。たびたび近隣の私塾、学校などに資金援助を行い橋川社会で賞賛を受けていたという。1945年12月、越南して、元州に移った。朝鮮戦争後は、即走で事業を起こし、 材木省のほか1958年3月20日に現代産業株式会社を設立1959年8月31日に現代劇場を開館するなど企業家として活動した1962年には資材を投じてカンボンドグラシュ旧井9のも旧伊里の山野を開墾し難民22世帯を移住させた この村は、陳はじめぶちの号を取って、青葉村と命名され、1969年にはその、功績により5.16民族賞を受賞した。1965年4月には、厳州秋田田島の敷地として、所有地32,538平方メートルを寄贈した。1979年没。母のチョボベは1905年10月4日生まれ。 朝鮮戦争後、厳州でポッチ旅館を経営していた。2005年3月2日、101歳で没。2015年には国家宝訓どころによって、6月の6.25を戦争英雄に選ばれた。自邸の、シムミンは警察官だったが、内務省治安局刑務課で勤務していた1960年に、過労のため心臓発作を起こし、32歳で病死した。 三弟のシムイクはソウル公在学中の17歳の時に学徒兵として出征し、楽東高公防戦で戦死。四弟のシムスンテクは陳一の死後に生まれ公務員になった。ありがとうございます。